あ、こんにちは。おはようございます。田中拓磨です。今朝は6時ですね。今ニューヨークの画商さんのレオナルドさんとちょっとトークしたんですけど、スカイプで話したんですけどね。スカイプじゃない、メッセンジャーですね。フェイスブックメッセンジャーで話したんですけど、ニューヨークの株価今すごく高くてですね、僕が前初めてニューヨーク行った時は2009年ですかね、当時のリーマンショックの後のくらいで、ナスダックですかね。アメリカの、株価の指数がですね、7000だったんですよ。それが今2万くらいなんで、多分2倍どころじゃなくて3倍近くなってるんですよね。で、当時はですね、ニューヨークの株、すごく悪くてですね、リーマンショックの後ですから、で、誰ももうなんかその、ギャラリー街に寄り付いてる人いなかったんですよね。そこになんか僕営業に行ってたんですけど、ほとんど営業にならないっていうか、そんな状況でした。で、今日レオナルドさんと電話したんですけど、ニューヨークの株がすごくいいので、レオナルドさんが僕の絵をちょっと、見たいじゃなくて、ちょっと遅れというかですね、ニューヨークのマーケットで出していきたいってことなんで、なんていうんですかね、ポートフォリオを送れっていう話と、あと絵のフォトですね、写真を送れって話と、あとなんかオークションにも出すっていう話をしてたんで、そんな話が出てたんで、3月に僕もニューヨーク行く予定ですから、すごくなんかやっぱ日本にはもうチャンスないんで、残念ながら日本は今株価そんなにちょっと上がってきてますけど、日本はもうアートに対してなんかお金使うっていう余裕がない、皆さんなんかもう本当に余裕がなくてですね、将来の不安を抱えている人たち多いですから、やっぱりもうこういうアートみたいな嗜好品っていうのは求められているところに行かないと全然ダメなんで、それでですね、そっちの方にシフトしていこうと僕も思ってます。その一歩としてレオナルドさんとか、もしくはニューヨークのアートディーラーですね、画商さんとかとする関わっていったりとか、もしくはいろいろな関わりを持ってもっと進んでいけたらいいなと思ってます。以上です。他になんかアートに関するいろいろそういう情報とかですね、僕の会教室に来ればぜひ提供できますんで、またメルマガでもなんかその情報発信してますから、メルマガでも登録してもらったりとかですね、会教室に見学してもらったりしても面白いと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。